発車いたします。お待たせいたしました。本日は長崎ロープウェイをご利用いただきまして誠にありがとうございます。これより全長1100メートル、標高333メートルの山頂稲須岳駅まで約5分間の空の旅をお楽しみくださいませ。長崎の街並みが次第に見えてまいりました。坂の町長崎と言われる複雑な地形に家々が密集して立つ斜面都市長崎ならではの様子がご覧いただけるかと思います。さらに皆様が行かれます稲佐山山頂からは変化に富んだ風景のすべてを360度の展望でお楽しみいただけることでしょう。さて、皆様が見下ろされます右手一帯が長崎の港、その向こうに見えますのがグラバー園や大浦天主堂がある南山手、かつての外国人居留地でございます。南山手にあるグラバー邸は長宗夫人ゆかりの地としても有名でございます。またちょうどロープウェイの下あたりから左手北側が原爆落下中心地の浦上で、浦上天主堂、平和公園、原爆資料館などがございます。なお、ロープウェイを降りられますと、左側に円形の展望台がございます。よく晴れた日には、市内はもちろん、遠く、雲仙、天草、五島まで、一望に見渡すことができます。まもなく山頂稲須岳駅に到着いたします。次の発車時刻は7時15分となっております。その後7時30分45分8時ちょうどと15分間隔にて運行いたしております。ご乗車お疲れ様でした。降りの際は頭上お足元にご注意くださいませ。まもなくロープウェイがホーム内に入ります。危険ですので、窓から顔や手などをお出しになりませんようお願いいたします。
お待たせいたしました。これより下り一神社駅に参ります。Thank you.
ご覧になった長崎の夜景はいかがだったでしょうか。函館、神戸とは一味違う斜面都市長崎ならではの夜景をお楽しみいただけたかと思います。そしてこれがよく晴れた昼間になりますと、市内はもちろん遠く雲仙、天草、五島まで一望に見渡すことができます。機会がございましたら夜景とは違った稲佐山からの風景をご覧になってはいかがでしょうか。なお、長崎駅からバスで約30分、ペンギンシート日本一の長崎ペンギン水族館がございます。こちらでは8類のペンギンをはじめ、世界最大級の淡水魚、メコンオオナマズなど、こちらでしか見られない海や川の生き物を見て、触れて、学ぶことができます。営業時間は午前9時から午後5時までとなっております。お時間がございましたらぜひ足を伸ばされてみてはいかがでしょうか。まもなく吉神社駅に到着いたします。皆様もまたのお越しをお待ちいたしております。お降りの際はお忘れ物等ございませんようご注意くださいませ。本日のご乗車誠にありがとうございました。まもなくロープウェイがホーム内に入ります。危険ですので、窓から顔や手などをお出しになりませんよう、お願いいたします。